メインイベント、ワールドタイトル無差別級決勝戦を行います。青コーナーよりクリストファー・ヘイグマン選手の入場です。赤コーナーよりエミリア・エンコ・ヒョードル選手の入場です。両選手の国歌をお聞きいただきます。恐れ入りますが、ご来場の皆様はご起立の上、国旗をご覧ください。
ありがとうございました。どうぞご着席ください。本日のメインイベント、ワールドタイトル無差別級決勝戦、5分3ラウンドを行います。青コーナー181センチ、99キログラム、リングスオーストラリア、クリストファー・ヘイズマン。赤コーナー182センチ、103.7キログラム、リングスロシア、エメリア・エンコ・ヒョドリン。リングスラストマッチです。アブソリュート級王者決定トーナメントの決勝戦、エメリア・エンコ・ヒョドル対クリストファー・ヘイズマン、リングスロシアとリングスオーストラリアの激突であります。さあ熊本さん、はい、この試合だけになりました。はい、そうですね。まず、優先なのはですね、やはりヒョードルだと思うんですけども、はい、ヘイズマンもですね、序盤のですね、その瞬発力ですね、はい、それは大変な力を持ってますので、勝負かけるのからも1ラウンドですね。あ、さあ試合開始です。おっと、左やった、左が入っています。ワン、ヒョードルの開き、左が炸裂しました。すごいですね。いいタイミングです。セブン、ヒョードルは寝技系の選手ですけど、パンチの当て感も最高なんですよね。現在のヘビー級王者エメリア・エンコ・ヒョードル、これを取ればヘビー級と無差別両タイトルです。身を振っていった、これはかいくぐった。ヘイズマンがタックルに行きます。しかし、うんと、このパワーもすごいんです。打撃系、それからグラウンド、そしてパワーを取っても、おー、ヘイズマンがバックを取りました。投げを打ちます。ヘイズマンは1回戦グロムコバを判定に下しました。セミファイナルエギリウスバラビーチェスを、腕十字に下しました。一方のヒョードルは1回戦柳沢を腕十字、セミファイナルハスデルをネックロックに下しています。そしてこの決勝トーナメント、勝った方が無差別のチャンピオン。リングスで著しく成長を見せましたクリストファー・ヘイズマン。腕十字は止まりましたね。軽くついていきます。早い、目まぐるしい展開になっています。第1ラウンド、ボディブロー。ヘイズマン分かってますからね、自分はタイトルファイターだということですね。振り返しましたけれども、はい、振り切られました。左から右、さあパンチだ、パンチだ、タックルいった。今入ったんじゃないですか、結構、そうですね、強く入ってますよね。首取ってます、首取ってます。このパワーです、このパワーでヘビー級を制しました。そして技ももちろんそれに伴っています。動きをまた始めましたクリストファー・ヘイズマン。ヘイズマンはリングスには95年8月 NK ホールでミーシャ相手にデビューを飾りました。前から取っているエメリア・エンコ・ヒョードル。ヒョードルは2000年の12月22日ヒカルド・アローナさん KOK トーナメントでデビューを飾りました。次のダウン、次のロープエスケープで負けとなります。もうそこまで来ました、追い込まれています。あっという間に追い込まれました。もうダウンもエスケープもできません。ヘイズマン、終わった。さあ膝を取ることができるか、できません。はぁ、切られましたね。まだ組みついています。きついですね、もうエスケープもできません。ヒョードルはもう抜群のボディバランス持ってますからね。リングスロシア、エメリア・エンコ・ヒョードル、かけねなしに強い選手です。アブソリュート無差別のチャンピオンも手に入れるのか。あー、フロントからネックロックが抜けた、抜けた、危ない危ない危ない、バランスを崩しました。このダウンダムさんが、さあ3打した、試合が終わりました。圧倒的でしたね。エメリア・エンコ・ヒョードル2冠達成です。ヘビー級、そしてアブソリュート級、無差別のタイトルであります。2分50秒ポイントアウトでエメリア・エンコ・ヒョードル選手の勝ちでございます。なんと強い選手でしょう。最後このリングスの戦いを締めくくったのはリングスロシア、エメリア・エンコ・ヒョードルでありました。やっぱりこの男が来たかった感じですね。
まさに今ちょっと私触れましたけども、かけ根なし強いですね。強いですね本当に、リングス史上10年の史上からでも最強なんじゃないですか。そうですね、願わくばもっと早く見たかったですね。そうですね、まだ若いんですよこの人、確か5歳なんですね、はい、25。いやー、11年に及ぶこのリングスの中でもまあトップクラスですね、間違いなく ね、はい、3本の指に入る実力者。このヘイズマンもよくそこまで伸びてきたんですけれども、跳ね返されました。ワールドタイトル差別級優勝は、はい、エメリア・エンコ・ヒョードル選手に決定いたしました。改めて勝利者コールを受けています。エメリア・エンコ・ヒョードル、引き続き表彰式を行います。準備が整うまでしばらくお待ちください。なお表彰式終了後、радость большое удовлетворение большое спасибо. Я всегда чувствовал их поддержку, их тепло, как они болели и поддерживали меня. Я на этом не буду заканчивать свою спортивную карьеру и надеюсь буду радовать их и дальше. Конечно, хотелось бы встречаться с элитой бойцов